まあ一般的な例というかよくやるパターン、多分こんな感じでねじってまとめるようなのが多いと思います。で、U ピン、まあ、この止め方で言うと別にアメピンでもいいかなと思います。で、今毛先がこれぐらいあるので、まあ、ここを止めると、で、これがピン。はい、ここもいっちゃう。あ、こんな感じで止めると。止まる。これ多分動かしても多分大丈夫。あ、固定されたからですか。あるでしょ。まあこれでも止まるんですよ、お団子。まあお団子の形はね、ちょっと一旦別で。いや、でもまあちょっと形を。を調整して、まあ、これだとあんまり形が良くないなと思ったら、まあ、こういう風に根元を縮めて、まあ、U ピンを刺す。で、U ピンも一旦表面の紙を、まあ、これちょっとすくって通しておくと、でそれからこの 裏面の部分に一旦こう沿わせて、でここで倒すと。こんな感じで倒します。で倒した時に、ここのお団子の部分とこっちの表面の部分が両方入ってる状態で刺します。うん、こんな感じで刺す、うん、感じです。まあ、止め方としてはこんな感じです。さっき言った、まあ、360度の展開をする、ちょっと倒す、この状態にしてから、まあ、上からこれができると結構こう引き出すのがね簡単だから、なんで均一にボリュームが出て、そうそうそう、止めて根元から中間を整えて、このボリューム抜かれたかな、うん、でお団子の場合もまあ基本的に引き出すときやり方は一緒。あんまりこうグーってやりすぎちゃうとかなり緩くなっちゃうんで、本当に少し引くぐらいの感じがいいと思う、お団子。
本当に飾る感じなんだろうねこれね。ああ編み込み1本で捨てた時とかなら固定結構されてるんですよ。これ可愛いよね。うん、そういう2個なんですか。新しくないこれ。そういう2個。新しい。ね。すごいさりげない2個。これ可愛い気がする。今もうちょっと目を。このリボンなら使いやすいかも。ね。